2023年1月27日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、ロシア2か月以内に最終決戦2、NATO 戦車輸出は攻めを催促する手3、例のアレに関する独り言こんな感じです。はい、えー、っとですね、先週実は会員さんに向けて、あのーまあ、ロシアが、ね、かなり、あのー、大きな攻勢を仕掛けて 来てそのまあ、場合によっちゃね核の脅すんだけれども日本,が日本狙われる可能性あるよみたいなことを言ったんですよね。ところがすみませんそれで後で知ったんですけれども結,結構ねこの考え方ってあの私独自ではなく。 あの同じことを言ってる人が結構いたんですよね、まあ後で知ったんですけれども、でまあ、あとは、えー、今週に入ってもその状況証拠がいろいろ集まってきたんで、もうこれは別にね会員さんだけに話す話でもないなということで、この公開用のアップデートで言わせていただきます。はいでその えーまあ、2か月以内と書いてますけれども多分もっと近いかなというふうに思うんですよね。うんあのー、で、えーまあ、専門家といってもいろいろいるんですけれどもどれだ私の場合はですねあそうだ、えーとえー、まず北野さんがその大きな戦いが来るよって言ってたんですよね。いろんんななな親密国がみ裏切り だとかいろんなことを言っていて、私はね全然違うところからあのプーチンさんがあの食料備蓄冷やすって言ったところからあのまあその辺からちょっと一気に攻勢が出てまあいろいろね。 あのまあ、大きな声じゃ言えないことをやってくるんじゃないのかなみたいなことを言ってたんですけれども、まあ、あのその時点では、先週時点では、ね、私もね、憶測に過ぎなかったわけですよね、えーまあ、ところが、あのえーまあ、同じ日ですよね、ちょうど1週間前に中村逸郎先生があのいろんなことを言っていて、まあ、本当になんですかね、クリミアを取り返すまでアメリカは支援するみたいなことを言ってたらしいです。でこの先生もあの日本がが核ミサイルで狙われる可能性がある 一番最後に言ってて笑ったんですけれども、まあ、でもそう考えるのが、えー、ごく普通かなというふうに思います。で今週に入って、も私ねもっと時間がかかるかと思ったら、そのドイツの戦車レオパルトをです、ね、そのウクライナに支援すると。でえー、最初 あの渋ってたじゃないですか、えー、ドイツのショルツ首相が、なあのアメリカがねあのやったら俺もやるみたいなことを言って、ところがねそれがもう今週バタバタと決まっちゃったんですよね。うん、えっ、ー、とお、えー、まあ、それはあのドイツがねこうヨーロッパにこう輸出してるやつをウクライナに集めるみたいな形になると思います。でえっ、ー、とアメリカもそのの自国の戦車エイブラムスをね、えー ウクライナに供与しますただ,ただし3ヶ月かかりますって言ってるんですよでね,でね、うん、このね3ヶ月っていうのが結構ミソで、あのー、本当にそんなにかかるんですかって話なんですよね、えーまあ、実際トレーニングとかいろいろあるから、えー、かかるのが普通なんですところがねこれはね私西側の罠じゃねえのかなっていうところが思ってるんですよね、うん、あすいません、えっと、中村一郎先生は そのベラルーシ側から首都キーを再侵攻するって言ってます、まあ、これ言ってる人、結構多いんですよねでその、おそらくロシアはその後のことは全然考えてません、その後そのどうやって兵、ね、艦を維持するのか、ロジスティックスを維持するのかとか、国際的な、ね、感情がどうなのか、あるいはそのロシア国民の感情がどうなのか、ね、考えてない、もう負けたらどうせ終わりだから、やれるだけのことをやろうというふうに。 えー、言ってると思いますで一応、ねその、核による脅しの例として日本のことを挙げましたけれども、まあ、日本が一番安全ですからね多分ロシアに制裁を、ね、あの表立ってやっていてなおかつその報復をの可能性がないというのは日本だけですから、うん、日本は結構やばいというふうに思います。 はいでえー、これはですねでその NATO がこうバタバタっと、ね、戦車、あのー、を提供するって決まったんですけれども、ね、これはあの将棋でいう攻めを催促する手ってやつなんですよね、さえあやってこいというふうに、あのー、ロシアの攻めを催促している、うんで、アメリカが、ね、3ヶ月って言ってるのは、これは、ね、攻めを急がせる手なんですよね。だって3ヶ月後に戦車が 切ったら困るじゃないですか時間が経てば経つほど悪くなるんでロシアは劣勢であってもその前に暴れなくてはならないわけですよね。でえっと、ドイツ戦車のレオパルトは多分ですね2ヶ月もかからなくてもう実は配備されてても私おかしくないと思うんですよね。それで、まあ、戦車が来る前に行ってこう無理攻めしたロシアが窮地に陥るパターンというのは私あるあるだと思います。だってこう西側で、ね、揉めててるふりをして あの実はねもう配備、急速、あっという間に配備することが決まってる、だからそのロシアがね仮に攻めてきたら、実は待ち構えているぐらいのことはあるかなというふうに思います。そそれからあの今週ですねそのウクライナ政府が 汚職疑惑があるんですよそのいくら支援してもねなかなか勝てないしもともと汚職がひどい国だって説明してるじゃないですか、うんね、その武器だとか資金を横流ししてるあるいは着服してるっていう噂はずっとあってところがねそれゼレンスキーさんが その排除したんですよねであの、疑いがあるかどうかはからないけれども、なんか襟を正すみたいな感じでもごもごした感じであの排除しています、でこれはね、汚職やってましたって言ったら、それはそれでウクライナの指揮に関わるわけじゃないですか、だから真実は後で発表するなり、調べることにして、とりあえず今はね、見切麗にしましょうよっていうふうにこう襟を正してるんですよね。ここれらのととを考えると あのえーまあ、少なくともロシアは2ヶ月後までに攻めなきゃいけないんですけれども、もうすぐ始まるかなという気は私、しますねで、これはもう相場の材料としては、ほぼ終わりだと思います、実際に核ミサイルが撃たれないか、うんえー、あり、撃つぞ、撃つぞと脅してる間はあの、ほとんど反応しないでしょう、実際に撃ったらすべてが変わるという感じですねで次はもう当然ね。えー 中国と、それから台湾、日本、こちらの方に移ると思います。あの、まあのま次はね中国がそうどういう戦略を取るかですけども、私が中国だったら、あの台湾、日本を後にして、まずシビれを食っちゃいますけどね、まあ、まあそれはあの中国の判断ですからわかりません。プライドがそれを許さないかもしれません。はい これですね、えっと、ウクライナの大統領が交換、えー、を相次ぎ解任、うん、理由は、ね、はっきりしないとかその疑惑はない,ないけれどもみたいなことを言いながらやっています、はい、それからロシアの大統領府は西側の戦車共有は紛争への直接関与、うん、これは実際にもうお前ら、ね、NATO 対ロシアになるの全面戦争だぞって言っていてでも、も NATO はそのつもりでやってますからあの一応ね今までは 割と遠慮していたものが、もうね、戦車出すってなったら、もうこれはね、えー、完全にまあ代理戦争の域を超えたと考えていいと思います。はいそれで、えーと、今回ですね、例のあれに関する独りごとをちょっとね言い、言おうと思います。もうこれは感想だとか、愚痴に近いものなので、あの聞き流していただいていいんですけれども、あの例のあれですね、あの はもう相場の材料としてはほぼ1年前には終わってるんですよね。うん、でようやくねその、えー、インフルと同じ扱いにしますと今年の5月8日からというふうに決まったんですよね。あ、やっとですかっていう感じです。はいででえっとそれで えー、これに対する熱、ね、中射も年1回にするって言ってるんですよね。笑,<でも><笑>,あれは笑う,もう本当は怒りたいんですけど、笑うしかないですよね。うん、だって、その1年前にもうすでにねイスラエルがあの4回打ったって防止できないよっていうふ、ね、うにほぼ1年前に言ってるんですよね。で私もここうういデデーータタを見てああのののの数字上のデータとこのあの イスラエルの、ね、記事を見て、まあこれもう終わりでしょっていうふうに言ったんですね。あの実際にこの病気がなくなるわけではないんですけれども、あのそだ、えーえー、んだんね、あの最初に私が言ったように、その何度か猛威を振るった後、ごくありふれた病気として定着すると、コモンウイルスになるっていうふうに言ったんですよね。えー、で、実際そうじゃないですか。その後、えー、1年 前から少なくともね、この話で相場が動くことってなかったと思うんですよね。うん、ところが、これはねあの、えー、ところはね、そういうことを動画で言うとね、削除されたりするわけですよ。だから私がね、例のあれって一応警戒して言ってるんですけれども、あの本当にね、なんでこんな言論弾圧するのっていうふうに私は思ったんですよね。だって、イスラエルで4回打って、あの 効かねえって言っていて、でイスラエルはそのなんですかね3回目の接種から4回目もちょっと打ったのかな、うん、でも効かないっていうのが分かってね、その4回3回目、4回目合わせて 6, 6割ぐらいにも行ってないわけですよね、彼らはすぐ気づいたから、でも日本ってこの遅れてね、そのえー、っと。 去年の、えー、そうかこのあたり,、うん、りから3回目打ち始めて、4回目打って、5回目打って、で、この延べね、どんだけ ?140%, 140打ってるわけですよね。何なんだこれはよって。それでなんか今頃言ってるわけですよ。なんかね年1回にするみたいなことをね、うん。何なの君たちって思っちゃいますよね。うん、でそれまでそのこういったね動画削除だとか、シャドー版だとかね。 テロリストとか言ってたわけですよでそのまあ私の知ってる人はやりたくないんだけれどもその無言のプレッシャーが会社でひどくてそれでね4回打ちましたみたいな話をしててでもねそういう聞かないものをね体の中に入れて、うんえー、ねあの こういうことをしておいてね、ごめんなさいの一言もないわけですよね。で、えー、で結局、彼らがやってき,きた対策だとか、その、なんですかね、こういうね、削除、シャドーバーンとか、テロリスト呼ばわりっていうのは、これはね、別に科学やエビデンスに基づいてなかったっていう話なんですよね。まあ、まあ、私はもう前から知ってましたけれども、結局、誰か、公儀の大きな人、あるいはそれでね、利益を得る人たちのために、 その政策をしてたんじゃないですか？っていう風に思うんですよね。はいまあ、もう相場としてはとっくに終わっている話なので、あのあんまりね何、えー、ですか？えーえーえー、まあ、これ以上、うん、突っ込まないですけれども。もう同じようなことをね。何回もやってるわけですよね。で、最近そのトランプさんの？ ア,アカウントが SNS で復活するって言ってるじゃないですか。あれも同じですよね。今までね、シャドーバンだとか、その削除とか検閲だとかやっといて、どんな顔してね、えー、復活させるんだと。で、何の理由でそういうことをして、何の理由で復活させるのか分かんないんですよね。結局それは科学だとか、ポリシーだとか、ね、その、ではなくて、 あのイデオロギーでやってたんじゃないのっていう、まあ、まああポリシーの一種か、それは彼ら自身のね、別に公益のためじゃなくて、彼ら自身のその満足だとか、そのポリシーのためにやってたんじゃないですかっていうふうに思っちゃうんですよね、はいまあ、ほぼ愚痴ですね、はいで、えー、ちょうど1年前ですね、ほぼ1年前ですね、その、えー、それはもう収束するよと、で少なくとも、あの えー、相場の材料とししてては終わりだっていいう,うに言いましたで一応ね、検査すれば検出されるからあの、えーえー、なんですかね、すごいじゃないですか、日本って今ね、死者が、うんあのー、400人とかね、でも、じゃあ死因がこれなのかっていう話なんですよね。えーえー 検査して PCR 検査してね、ねそのウイルスの断片が見つかったからといって、それで死んでるのかどうかってわかんないんですよね、でこれ見てもわかるように、死者数えてる国なんて 30, 30もなくて、<laughs> ね、あの36日間で6万人死んだ国なんか、もうねそんなの数字に上げずに、もうばっくり出るわけですよ。 のアホですよね本当にに、うんうん、というふうに思いいうう思ましたはい、もう最後は愚痴なんですけれどもそういうことがね最近増えてきて参ったなというふうに思いますでロシアに関する話もその相場に対するインパクトはほぼねゼロに近くなっていくんでしょうあの実際に核が撃たれる以外、うん、でもまあ次はねあの日本が当事者になりますから台湾と日本が当事者になりますから気を引き締めていきましょう以上です